卒業生の皆さんご卒業おめでとうございますまた大学院の修了生の皆さん修了おめでとうございますご家族関係者の皆様にも心よりお祝い申し上げます新型コロナウイルスの感染拡大の中で皆さん心待ちにされていた行事を中止することは 大変残念ではありますが今年度の卒業式大学院修了式を中止にさせていただきました式典が中止となったのは2011年の東日本大震災以来のことでありますこのような非常事態の中にありますのでこの機会に皆さんとご一緒に 日常と非日常の意味について考えてみたいと思います卒業生修了生の皆さん今皆さんの心に巨大するものは何でしょうか目を閉じて心の赴くままに振り返っていただくと学生生活の中での友人との何気ない談笑授業ゼミ 研究会での学習や先生方のご指導資格取得のために懸命に励んだ日々実習フィールドスタディーズサークル活動などさまざまな出来事と出会いがよみがえってくることでしょう。何気ないという言葉を用いましたがその意味はどのような特別な意識も注いでいない状態。 つまり日常とということでありますしかし今改めて振り返ってみるとその日常の一コマ一コマがどれだけかけがえのないものであったかしみじみと感じられることでしょうそうです私たちが感じていた何気ない日常は実は非日常の 連続でであったのです皆さんのこれまでの学生生活を生み出してきた全ての瞬間全ての空間世の中のあらゆる営みは非日常なるものの総体です何気ない日常は実は不可思議としか言えない無限の働きの中で奇跡的に 実現していたのだ平たく言えば当たり前のことが本当は極めて当たり前ではないことだったのだということになります。当たり前という日常性に埋没した感覚の中にはその当たり前を生み出し支えていることへの感謝もなければさらに幸せな より良い社会を築いていこうという向上心も生まれませんどうかこの機会に皆さんの大学生活の日常を支え続けてきた無限の働きに目を転じて日常がいかにかけがえのない非日常であったかを心に刻み深い感謝の気持ちとともに 非日常なる過去現在未来をしっかりと見つめつつ歩んでいってください日常の中に非日常を見ることとともに今のような非常事態においては非日常においても日常を忘れないことが大切です非日常の思うようにならない出来事が生じると 非日常の意識が冷静沈着さを彼方に押しやり他者への寛容性も失われてしまいます非日常の意識はそれまでの人生において大切にしてきた意味の世界をも奪い取っていくことになりかねません第二次世界大戦でナチスによる迫害と虐殺の嵐が吹き荒れる中 自らも強制収容所に送られ、旧死に一生を得たヴィクトール・ E ・フランクルは、戦後、精神科医として活躍し、ロゴセラピーを提唱しました。彼は、それでも人生にイエスという、という講演集の結びにおいて、次のように述べています。人間は、あらゆることにもかかわらず、 困窮と死にもかかわらず、身体的、心理的な病気の苦悩にもかかわらず、また、強制収容所の運命のもとにあったとしても、人生にイエスということができるのです。人生において迫り来る数々の思うようにならないことに、どのような姿勢で臨んでいくか、どのような 意味を見出すか目の前のあるいは自身の思うようにならない状況、現実をどのように受け止め、背負い、乗り越えていくか皆さんのこれからの人生でも非日常の予期しない出来事がかけがえのない日常を奪い取ろうとする時があるでしょうあるいは これからの時代は非日常が日常化していくかもしれません。そのような時代を前にして皆さんはぜひひるむことなく数々の先人たちの生き様に学び自ら願わずして恵まれた命をどう生きていくのか自己の生き方を深く問いつつ 人生を歩んでいいってほしいと思います本学は2016年4月見学の精神である仏教の願いを今日的に具現化した新しいブランドステートメント「世界の幸せを形にする」「Creating Peace and Happiness for the World」を発表しその目標の実現に向けて 国連が進める SDGs の取り組みとも連動しながらさまざまな活動を展開しています皆さんはそういう時期に大学生活を送ったわけでいわば武蔵野大学の幸せブランドの申し子と言えます卒業後もハッピネスクリエイターであることを心に留め2050年の 未来に向けて世界の幸せを形にする取り組みを大いに進めていってください。皆さんが学んだ自然豊かな武蔵野キャンパスでも季節が巡り、梅、山種油拳、桜、花木蓮など、時にたがわず花を咲かせ、卒業を祝うがごとく、 不走の花園を演出しています命を支える大きな命の働きは素晴らしいものですどうか皆さんもこれからの人生において大きな命の働きを仰ぎつつ素晴らしい花を咲かせてください皆さんのご活躍を心から念じ 花向けの言葉といたします改めてご卒業終了おめでとうございます